互いに強度も高く激しい90分でした。今試合を終えて選手たちにはドレッシングルームでどういった声をかけられたんでしょうか。そうですね、まあ、クリーンシートで受けたことはね、チームのコンセプト上問題はなかったんですけども、やっぱり立ち上がりから、やっぱり出足のところで、一つ遅れたり、またセカンドボールの回収というところでは後手を踏んでしまったなというところもありますので、まだまだ我々が目指しているものからすると、こういうサッカーではまだまだ甘いぬるいということで、選手たちには割とこう厳しめに、ね、アプローチしました。前半特にその町田の良さはなかなか表現できない部分もあったかと思います。どういったところ難しさ感じてらっしゃいました？そうですね、やっぱり前線からの、ね、強度あるいい守備から攻撃というのが町田のスタイルなんですけども、まあ、ボール際のところが一つ一つぬるかったということもあるし、強度のところもまたはそこの予測のところも非常にこう曖昧だったなというふうに思いますので、まあ、次のゲームにこれを生かしていかなきゃならないと思いますし、まあ、我々が目指しているのは勝ち点1ではなくて3なので、しっかりそのところをきちっとアプローチをしながら、もっと厳しいトレーニングを積み上げながら次の節に臨みたいなと思います。後半立ち上がりから藤本選手、そして61分藤尾選手と早め早めに交代カード切られたかと思いますが、どういった狙いだったんでしょうか？そうですね、まあ、フレッシュな選手を入れながら前から強度を保っていく、または背後というものを常にこう狙い続けるという、まあ、そういった思いもありましたけども、まあ、後半はかなり、ね、いい攻撃からフィニッシュかなりチャンスありましたけども、まあ、不運なオフサイドもありながら、すごくこう難しい展開にはなりましたけど、まあまあこれもサッカーですので、しっかりとそこを受け止めてね、切り替えて次に向けて頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。